そんな中で再びアピールするチャンス、しかもバットでアピールするチャンスが回ってきました。柳田が帰ればホークスさよなら。鶴岡のバットにホークスファンが期待を込めます。さあ前進守備の外野の上を越えていった。鶴岡のサヨナラヒットで3対2、ホークス逆転サヨナラ勝ち。いやーよく打ちましたね。